はい、どうもラリホンです。というわけで今回もスマブラ SP4WiiU でカスタマーザー遊んでいこうと思うんですが、今夜中のね1時というわけでちょっと普段よりも静かめです。なんですが今回やっていこうと思うのは、いつもさなんかぶっ壊れ技とかを紹介するじゃないですか。昔こんなヤバい技があったよって、その逆いっちゃおうかなというわけで、まあほんとぶっ飛んだ技が多いカスタマーザーなんですけど、まあその中でまあ最も弱いカスタマーザー5000ぐらいというわけで、最も弱いが5000もあるんですけど、まあ、そこは置いといて、まあ、ちょっといろいろ調べて、まあ、海外のカスタム勢とかがね、昔の動画なんですけど、これ弱えとか言ってるやつとか参考にしたり、まあ、個人的に思ってるやつとかも紹介していこうと思うんで、5000って言いましたけど、もうちょっとあるかもしれないです。もうなんかみんなが分かりやすく弱えなと思うような感じのやつ、まとめたんで、よかったら最後まで見ていってください。じゃあまずガノンですね。こちら、魔人剣というわけで、もう画面見てない、音だけ聞いてる勢的には何を言うとか分からんと思うけど、おらんか音だけ聞いてるぜとか。漢字が違うんですよね。魔人剣の陣がね、なるか来るかの陣というわけで。素早く溜めて撃った拳が爆発を起こす。拳が直撃しないと大ダメージにはならないというわけで、ふむふむと。まあ、ちょっと魔人剣がちょっと早いんだなと。拳が爆発を起こすんですよね。これはま、簡単に言うと判定が広がるんですよ。で、その代わりま、拳が直撃しないと大ダメージだなというわけで、なんか強そうやんって思うかもしれないじゃないですか。見てください。まあ、まずスピード感ね。いきますよ。B を押します。はい。早い。のに後付きやばい。そうなんですよ、皆さん。早いのに、後付きが変わらない。これいつ使うねんと。もうこれなら別に発生遅くていいよと。一撃で後付きをさらしていいからという気持ちで、ノーマル魔人剣でいいよと。もう一個魔人剣、剣の方があるんですけど、剣はね、そのシールドが湧いたり、そのガードにね、対して強気に出れるんですけど、まあリーチもあるんでね。これ、どうよ。ここら辺やったら正気波が当たるな。9% っていうわけで、ね。じゃあ根元当ては何パーかと行きましょう。9%? 今の多分拳直撃してないわ。てか近すぎると、それ拳判定じゃないっていう。16ダメージ。だからこれ、密着へと、爆発判定っていう。なんですり抜けてんねん、拳が。このマリオの顔面を。50% ぐらいで死ぬのかなと、僕は思います。拳当て。やめとけ、この技をつけんの、皆さん。なんなんこれ。これこそアピールやん。これ B アピールやろ、これ。上京がね、その上やびとか言われてますけど、なんなら、こっちの方が後付きすごいぞ、ほら。ほら。さすがに 100% はいくから。はい、引退します。どういうこと？ 100% せなへんって。これ後付きなかったら、まだちょっとなんかな、その空中で置いたり強かったかもしれん。この爆発判定で、復帰阻止をしたりとかで。でも当てるメリットないねんな。あーやばいわ。ちなみにカスタマーザのウェビーは 75% から死にます。魔人剣、ナルガクルガの方は皆さん使わないようにしてください。はい、お次はパルテナというわけで、こいつもね、なかなかやべえの持ってて、こちら、天の光というわけで、自分の周囲に光のカーテンを発生させる。ボタンを押し続けると長く出していられるというわけで、ちょっとよくわからへんでしょう。ちょっとまず見てください。はい、じゃあ B を押しますね。天の光。すげえってなるやん。これすごいよな。確かにこれな、長押ししてると、まあ、天の光釣って、まあ、こんなずっと5秒ぐらいあるかな。おそらく攻撃判定のようなものを出すんですけど、これちょっとね、マリオに当ててみましょう。ダメージはどうかな？ちょっと右の方見てくださいね。はい。なんか滑ってくな。ここは？はい、全弾当てたら40%ぐらい。こう崖橋でこうしたらね、ほら、強い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 なんですけど、これいつ使うんと。これいつ使うのよ。だからこれ見てもらったら分かると思うけど、これ攻撃食らった範囲じゃないんですよ。ほんとじわじわみたいな。今で言うジョーカーの A 波のスリップダメージのような感じで、勝手に蓄積するタイプなんで、別にマリオの攻撃モーションが止まるわけでもないし、こういう感じに使うんですか？無理でしょ。これすごいですけどね、まさにカスタマーザーって感じの見栄えしてんのに、使いどころがないでしょ、これ。シールドブレイクしてから、まあ、確定39ダメージぐらいとか思ったらいいんかな。まあまあ確かに、まだバーストできやんっていう。例えば 50% ぐらいの時に、70% ぐらいまでシールドブレイクしてやって、スマッシュっていうのも間に合うのかもしれないけど、限られすぎや。使う場面が。ちなみに、この時は横 B がね、バックエンじゃないんですよ。反射板やったかな。で、これ、カスタマーザー3なんですけど、2にバックエンがあります。はい。だからこれバックエンの方がいいでしょ。普通に。
爆炎かオート照準でいいでしょと散々バカにしちゃいましたが、皆さんこの技実はすごく強いんです。というわけで何がと思うじゃないですか。ちょっと場所移動します。こちらフィギュアラッシュ、落ちてくるブロックを壊しまくってフィギュアをゲットというわけで、これね、あのカスタム勢御用達なんですよ。なんでかっていうと、カスタマザはシンプルとかで取るか、ここで取るしかないんですよ。で、僕はずっとここでやってます。実はまたね、カスタマザ全部持ってなくて、まあ、せこせこ集めてるんやけど、まあ、これね、俺、まあ、ベオ使ってるんやけど、あの、画面ミャンクでいいから、ベオが正直 ST やねんけど、皆さん、もうお察しだと思う。天の光。フィギュアラッシュ S ランクです。まあちょっと 1分ぐらいしますか。上からね、箱落ちてくるんですよ。上から箱落ちてきたら、もう天の光が欲しいやん、ほら。強っ。ほら、これ強くね、これ。うん。これ天の光やっときゃ、全部こうなると思ったけど、あ、なんか抜け道がある。これチームでやると超いいっていうのは聞きました。あ、これ一人じゃあかんわ。あの、これ一人じゃあかんやつや。すいません。もうベオと比べたら全然、あの、カスティアでした。うん、これ見てこれ。もうベオ。これでいいから。うん、もうすいません、あの天の光やっぱりあの最弱でした。本当にここの使い道あると思ったけどなかったわ。あのベオでええわ、全部もうガチ対戦も全部ベオでいいしな、このゲームな。はい、お次はピーチ。というわけでこちら、重い野菜引っこ抜きというわけで、重い野菜を頑張って引っこ抜く、遠くへ投げられないが当たると強力というわけで、まあちょっとトレモンいきますわ。ちなみに初めに言っておくと、株の種類はあります。ちゃんとババ株とかもあるんですけど、はい、こんな感じ。ちょっとモーション長いんですよね。で、投げます、前に。届くわけない。この距離で。うん。じゃあ、もうちょい近づいたら、ここら辺はどう？ここら辺は ?9%。お腹なんかぶっ飛びますね。もうちょい飛んでもよかったんじゃない？っていう、やつ。で、9%のために、これ、リーチを犠牲にしていいのかというね。こうやって浮きながらね、投げるじゃないですか。もう届かへんのよな。うん。こうやって。うん。ここへ届かないの辛くない？じゃあちゃんとバーストできる技なんかと言われるとどうなんか。まあ重たくて吹っ飛ばす株なら 100% はいくでしょ。全然なんですよね。これ 100% でぶっ飛んでたらまだあったね。最弱じゃないカスタマーザ候補。150%。150% もダメ。いや、これダメージ稼ぎ用になってんだよね。そういうのは普通の株でいいよね。当てやすいし。まあ、なんか正直思うのは、なんか、復帰阻止はちょっと強そうだなと思った。ここら辺から、ほら。ガノンは詰むなと。うん。この復帰ルート。ガノンは多分詰ませれると思ったんですけど、普通のは 9% やったんですよね。じゃあ、ババカブは。まあ、そもそものデフォルトのババカブが何パーなのか俺ちょっと覚えじゃないんやけど、0% から。いきまーす。30% か。微妙です。わざわざこれにはせんなという思い野菜引っこ抜きでした。はい、お次はメタナイトというわけで、こちらゆったりシャトルループ。ゆったりと大きく宙返りをした後、一気に切り上げながら上空まで飛び上がるというわけで、これの何がダメなのかという話なんですよね。ああ、それはダメだって多分なると思う、みんな。じゃあまず振ってみると、ウェビー。お、なんかすごい飛ぶじゃんって。え、これこんな下からも、え、こうやってこうやって、え、すごいってなるじゃないですか。見てください。攻撃判定が初段ないです。まだ分からん人のために説明すると、まあ、メタナイトといえば、まあ、こうやって運んでいくようなコンボが有名ですよね。上即死みたいな、どうやってフィニッシュすんねんっていう。ど、こ、攻撃判定ないから当たらん、空上から繋がらんというわけで、はい、あのバーストタック1個消えます。ガーキャンウェビーとかも無理やし、うん、おお、どうすればいいのこれ。どう、待ってくれへんよ一周も敵はなあ。こんなん待ってくれへんからね。ほらほらただ後助をさらすだけの技っていう。でもまあ、なんか、普通に飛ぶは飛ぶんですけどね。二段目。まだ救いはあるのかもしれんが、やっぱ結局コンボとして繋げれへんのはひどいんじゃないかと。それにここら辺で振ったら、なんか、微妙に死ぬし。あと Wii U は SP と比べて上 B 即死が結構主流やった気がするんで、今より。今結構横とか多いじゃないですか。なのに、上 B 消しちゃあかんだろうという。はい、じゃあラストに紹介していくのはサムスというわけで、以前動画でパワーチャージショットっていう、これめちゃくちゃ強いよね。ぶっ壊れだよねっていう動画。投稿したんですけど、まだ見てない人はよかったら見てほしいです。の次
3番ですね、ゼロ距離チャージショットというわけで、エネルギー弾を飛ばさず目の前に放出、食べるほど攻撃範囲が広がっていくというわけで、なんか強そうだねって思うやんってやつで、おまけでこちらビッグボム、攻撃力が高く相手を吹っ飛ばす大きなボム、爆発には時間がかかるというわけで、大きなボムっていう紹介があるんですよだって見てみ、サムスとサイズ一緒っていうか、なんならサムスの方がちっちゃいぞこれ。ちょっと紹介します今から。じゃあまずゼロ距離チャージショットというわけで、まず B 長押しするとこんな感じ。まあちょっとまあ普通のチャージショットぐらい、以前紹介したやつよりはちょっと早めかな、まあ普通って感じで、ボタンを押すと、まあ本当に目の前だけというか、あとずさじがすごいんだけど、ダメージは20、空中で振るとこんな感じ、射撃の空中前的な感じの挙動をしますね。じゃあちょっと遠面に行きましょうか、ここら辺。あ、一応これでも 20% 食らいますね。これは届かんっていう、まあ、移動回避1個分ぐらいの距離なら当たりますというわけで、で皆さん薄々お気づきかもしれませんけど、全然ぶっ飛んでないんだよね。以前紹介したパワーチャイショット、あれはちょっと溜めるんがこれよりは長いんだけど、攻撃判定置けるしみたいな、いろいろ使い勝手が良かったんだけど、プラス、ステージ中央から 65% でディリー倒したんですよ。こっから。あの、威力強すぎて。勝てないね。85% は耐えるの。というわけで、まあもう最弱というか、これサムス界最弱というか、なんかもう、明らかな15感があるよねという話。だし、まあ、あんま強くないなと。チャージショットは飛んでこそやのに、これに関してはもうなんかただのパンチみたいなもんだよな。うん、モーションがパンチじゃないだけで、パンチの距離感やね。でラストに紹介していくのは下火のビッグボムというわけで、まあ大きなボムって紹介ありましたね。じゃあ一回下火置いてみましょう。でかこれちょっと紹介したかったですね。でかくね、ビッグボム。これブリ、まあ、これは最弱なんかは知らんが、もう一個の下火はあのメテオだったんで、メテオ効果付きのボムやったんで、まあそれと比較したらまあうんちだよねと。でも 13% クラブはちょっと評価できるかもしれんけど、これ何秒あるこれ、 1,2,3、 まあ 3.5 秒ぐらい、排出から起爆まで 3.5 秒ほどというわけで、ん、何待ってはくれません。じゃあ不起訴し強いんじゃないと思うじゃないですか。うん、あの爆発する前に消えます、大ジャンプしたら。うん、爆発の音も聞こえません、二段ジャンプは。はい、というわけで今回はね、あのカスタマーザー最弱ランキングというか、まあ、最弱候補5、6戦というわけで見ていきましたけれども、まあ今日の中で順位付けするならどうですか。ちょっと俺は全部やばいなと思うんやけど、ちょっとよかったら皆さんね、コメント欄で、まあ、この中でもマシなんはこれぜんとか、この中でもさらにもう一番ひどいよねってやつはこの技とか、よかったら教えてくださいコメント欄で。でもカスタマーザーってね、あの各キャラに、まあ、4方向 ×2 あるんで、まあ各キャラ8個あるんですよ新技が。なんでまあ今回紹介したやつ以外でもいっぱいあるんで、またこれ好評やったらその最弱シリーズ的な感じでやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと普段とは違ったカスタマーザー紹介やったけど、楽しんでもらえたら幸いです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。